はい。シーフードパスタいきまーす。材料こちら。まずね、これは大きめのエビ、トマト。さあ、アサリ。今日はリングイネです。いい感じに皮が焼けたのでお願いします。
では今作ったエスカトーレビアンコトマトソースなしのエスカトーレいただきます。うまそう。リングイネバージョンです。ソースがたっぷり。あのね、やっぱ有頭エビすごい大事なんですよ。この有頭エビっていうのは、まあ、エビの脳みそなんですけど、それがソースに溶けてるとすごいコクが出ておいしい。それがこういうタンとかに染み込んでるわけです。このエビがまた立派なエビですごいね、これ。赤エビだって、確か南米だよね。すごい。これはなかなか食べづらいですけど。あ、いいね。こんな感じ。いただきまーす。味が染みてうまい。ただもすごいね、染みてます、味が。ということでね、今日はボリュームたっぷりの魚介類シーフードのパスタ、ごちそうさまでした。ということで。もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、チャオチャオ。ジェットベーネ、バベーネ、チベリアムさん。